こんにちは、シーコングの新井と申します。皆様、前回の中山祐樹プロによる、シーコングオリジナルボードティップモデルの試乗レポート、ご覧になっていただけましたでしょうか。大変な反響いただきまして、おかげさまでオリジナルボード大人気でございます。ありがとうございます。ただですね、あの動画ちょっとよくできすぎておりまして、ご覧になっていただいたお客様の中には、あれ本当なの、そんな乗れるの、というような、疑問を持たれた方もいらっしゃると思います。そこでです、今回はあの動画を見て実際にティップモデルをご購入いただきましたお客様に、中山祐樹プロと一緒に海に入っていただきまして、実際のところどうなのかということをガチで、検証してみたいと思いますので、最後まで、ご覧になってください。はい、ということで本日は中山祐樹プロと、実際にティップモデルをご購入いただきました宮武さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。宮武さん、今日はご協力いただきましてありがとうございます。中山プロが近くでいろいろとアドバイスしてくれますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。よろしくお願いします。ここからは、お二人と一緒に解説していきたいと思います。今回ご協力いただきました宮武さんですが、実は中山くんの昔からのご友人ということで、半年ほど前からロングボードを始められたそうなんですけれども、今回なぜティップをご購入していただいたんですか？そうですね、最初はサーフィンイコールショートボードだと思ってしばらく続けてみたんですけど、なかなか上達しなくて、たまたま中山くんと一緒に海に行く機会があってティップ借りてみたらめちゃくちゃ乗りやすかったんで、そのまま勢いに任せて買っちゃいました。あ、そうだったんですね。いいですね。実際どのあたりが乗りやすく感じましたか？はい、なんといっても小波でのテイクオフの速さですね。ショートボードに比べて圧倒的に浮力が強いので、パドルは安定しますし、ガンガン進んでくれるんで、とにかく乗れる本数が明らかに増えまして、もっと早くロングボードを始めてればよかったなってすごい後悔してます。いいこと言ってくれますね。そうですか。中山くんから見てティップに乗り始めてからの宮武さん、どう変わりましたか？まず波に乗れる本数が格段に増えたのと、インサイドまで乗りつなげられるようになったと思います。なるほど、いいですね、いいですね。それでは今回はそのあたりを含めて実際どうなのか動画を見ながら検証していきましょう。まず最初は、パドルアウトのシーンから見ていきましょう。今まで乗ってきたボードに比べてパドルはどんな印象ですか？ティップは全体的に幅が広くてボードの厚みもしっかりあるので、パドル時の安定感がなんといっても抜群ですね。今まで乗ってたボードに比べて左右に揺れないせいか、パドルスピードも格段に速くなった気がします。そうですよね、撮影しながらパドル速いなと思って見てました。あと宮武さん、パドルの姿勢が非常に綺麗ですよね。ありがとうございます。ボードが安定してくれてるおかげですね。はい、次は、テイクオフシーンをまとめてみましたので見ていきましょう。撮影当日はかなり強いサイドからの風が吹いてましたけれども、それでも結構乗れてましたよね。風強かったですね。ティップは浮力がしっかりとあってパドルが速いので、今まで逃してきた波もガンガン乗れるようになりましたね。中山くんから見てもそう思いますか？そうですね、普段なら乗り逃しそうなところでもボードが波のパワーを受けてくれたおかげで波に乗れていたシーンが何度もあったと思います。アプローチした波の 7,8 割ぐらいは乗れてましたもんね。ティップのおかげです。ありがとうございます。ここからは、宮武さんのライディングシーンを見ていきましょう。この場面もそうですけれども結構ロングライドしてましたね。
板が勝手に走ってくれるので、いつの間にかロングライドできるようになっちゃいました。いい感じでしたよ。中山くんから見て今日の宮武さんのライディングはどうでしたか？今日のコンディションは途中で波が熱くなるようなセクションがあったのですが、動画で改めて見ると特に何もしていないのにボードがどんどん加速して、熱いセクションもつないでインサイドまで走ってたと思います。いやー、ボードよく走ってましたよね。この1本も結構長く乗れましたよね。中山くん、なんか後ろから声かけてるように見えるんですけど、なんておっしゃってたんですか？宮武くんは目線が下に下がることが多いので、下を見ないで前を見るように声かけしました。なるほどね、視線大事ですよね。この最後の2人のライディング良かったですよね。最後はご覧の通り満面の笑みでございます。最高ですね。最高でした。貸し切りで20秒近く2人でシェアライドできたので、自然と笑顔になってましたね。初心者の宮崎くんとここまで長くシェアライドできたのはキップのおかげだと思います。僕もカメラ越しですけど、釣られて笑顔になってましたよ。いいシーンでしたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか？いやー、ティップ最高ですね。ありがとうございます。最高いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ここからはですね、同じ日に撮影いたしました、中山プロのライディング映像でございます。当日はですね、結構強めのサイドオンショアというコンディションだったんですけれども、さすがプロという見事なライディングを見せてくれました。使用ボードは前回同様、ティップ 9.6 フィートオリーブでございます。今回もいいライディングがたくさん撮れたんですけれども、個人的にはですね、最後のシーンが一番のお気に入りでございます。どんなシーンかというのは、見てからのお楽しみということで、ティップの、ポテンシャルを 120% 引き出してくれる中山雄貴プロのライディングをお楽しみください。
はい、ということで、今回は中山くんのご友人である宮武さんにご協力いただきまして、ティップって実際どうなのというところを、検証いたしましたが、参考になりましたでしょうか。ここからがですね、私のお気に入りのシーンなんですけれども、皆さんいかがですか、この宮武さんの笑顔。いい顔してますよね。ティップに乗っていただければですね、皆様彼のような満面の笑みがこぼれてしまうこと間違いなしでございます。この笑顔が全てを物語っているのではないでしょうか。今回ご協力いただきました、中山くん、宮武さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。